皆さんこんにちは。この度は新日本フィルハモニー交響楽団のクラシックへの扉でお世話になります指揮者の金坊石井です。本日はですね、僕が住むドイツのフレースブルクという町の近くにありますグルクスブーク、日本語で言うとちょうど幸せの城っていうところでしょうか、そこから、お届けさせていただきます。さて、新日本フィルハーモニー交響楽団さんとはパンデミック前の2019年12月以来の共演となりますし、また吉松隆さんとは20年以上前に草津音楽祭でお会いした以来で、しかも今回2つの作品の演奏に関わることになり、本当に楽しみにしています。吉松さんのシンフォニー第6番鳥と天使たちにおいては童心に帰るようなピュアさを感じます。初めて万華鏡を覗いた時のような感覚です。茶目っ気のあるやんちゃなワイルドさ、繊細で斬新なリズムのパターンで秩序を保ちつつ、時にはぼんやりと長い時間枠でアンサンブルの再現性をむしろ正確に保たなくても良いような空間まであるんですね。とにかく変化に富んだ芸術性の高い曲だと思っております。演奏する吉松さんのもう一つの作品鳥は静かにでは、貼られた障子に墨で文字を入れるようなデリケートさと躊躇し合うような声部の混じり合い、ポリリズムによる高まりでそのさまざまな感情がもつれ合って、内なる叫びって言うんでしょうかね、とにかく心に響く作品です。そして今回ベートーヴェンのバイオリン協奏曲でのソリスト須保亮介さんとの共演は初めてで、多方面から絶賛の声が届いているのでとっても楽しみです。皆様、これらの作品を通して素敵な鳥の歌声聞きにいらっしゃいませんか。コンサートは6月16日、17日、いずれも午後2時から墨田トリフォニー大ホールにてお待ちしております。いやいや、これは大変失礼いたしました。コンサートの日時を間違っておりました。コンサートは6月17日と18日、いずれも午後2時から墨田トリフォニーの大ホールにてお待ちしております。